こんばんは。実に寒い。この寒いので一個話題いきますね。はい、今アメリカとの日本とのよろしくない関係について話がありましたが、11月28日付で横浜市の防災一斉メールから私のところにメールが来ました。その内容は横浜市からのお知らせです。平成26年11月28日金曜日、消防庁が全国瞬時警報システム J アラート閉じるを用いた全国一斉情報伝達訓練を行います。このようなメールが来たんですよ。なんだそれは。日本中が同時に災害を被るっていうことはありますか。戦争ない。ありますか。台風が日本中同時に壊滅させる、地震が日本中同時に壊滅、ありますか。ワーです。ワー。このシステムは30年ほど前からテレビの緊急警報放送、ラジオの緊急警報放送システムの開発で、実は総務省、当時は郵政省だったんですが、行ってきました。私は当時技術屋やっておりましたが、これはおかしいシステムだと思いました。なぜなら日本中に警報を出すというのはおかしいからです。同時に地域コードもありました。しかし今ではこれが J アラートという名前になって正体を表しました。つまりこれは現在のデジタル版国民一斉防空警報なんであります。うそうだ。それからさっきの女性が言っていました友達作戦、これ英語で言いますとオペレーションフレンドフォース、フレンドフォースって友達のこっちゃありませんよ、友軍のことなんです。うわ、友達作戦だ。友軍って何ですか。同盟国のことですよ。軍事同盟国のことです。うわ、敵国の軍隊はエネミーフォースと言います。日本とアメリカはフレンドフォースだってことが明らかになったじゃありませんか。そうだ。そしてデジタル版防空警報、皆さんの携帯電話とかに何も登録してなくてもアラームがやってくるんですよ。さてもう一個隠されてること、秘密保護法がもうすぐ施行されてしまいます。そうすると次のようなこともやっぱり秘密になるという例です。あ、もう持っててください。はいはい、持ってますよ。はい、外部電源喪失第4弾、送電線網の脆弱性、倒れる鉄塔群、原子力発電所の大電源に関わる状況について原子力安全保安委員、2ページから引用で、何が恐ろしいかというと、今から十何年前に東電香取線という送電線が10基も倒れました。そして当時通産省かもしれません、もう経産省になってかもしれません、そこのワーキンググループが人命は損なわれなかったが電力安定供給上ゆゆしいことなので調査する必要があると言ってワーキンググループを作って調べたんです。これです。こうですね。でその前にこれも同じく鉄塔なんですけど、ここに今重そうな鉄塔が書いてあります。でこの鉄塔のところに V 字型に何メートル、長さ4メートルぐらいあるんですけど、外資がついていて、ここが送電線支えてるんですけど、これが地震で折れました。瀬戸物でできた、セラミックですけど4メートルもあるような棒がすごい力がかかったら曲がることはなくて折れるんですよ。非常にセラミック硬いんですから。そしてこのワーキンググループはどういうことを考えたかっていうと、硬いから折れるから樹脂にしようって言ったんですよ。もちろん日本の技術ならそれはできるでしょう。ところがその取り替え工事のためには送電線全部を停電にして取り替えないといけないから非常に長期間かかるんです。今日本のほとんどの送電線の V つり長管返し、こういうもんですよ。これが折れたところ、これが鉄塔の腕、そこに V 型に外資があってこれが折れたんです。見事にこれが日本中で使われてるんですよ。もちろん原発の
宮殿用の線、つまり原発を冷やす電力を送る線にも使われてるんですよ。原発日本に何十箇所もありますよね。そういうところで使われてるんですよ。これを全部そういう柔軟なものに変えない限り、安倍さんの言うどこが世界最高水準の安全性なんですか、折れてんですよ現に。どこが世界最高水準の、世界中のエンジニアに笑われてますよ。大変恥ずかしい。そういうのはもうちょっとこういうのを全部直してから言わないと、恥ずかしすぎてね、顔が火が出ますよ安倍さん、うん、まだ怖いのありますよ。地震で変電所の外資が折れるんです。これは平成23年10月24日原子力安全保安院の発表した記事です。ここは変電所にこれ開閉器という巨大なスイッチがあって、それは外資というセラミックの上に乗ってるんです。それが地震で折れて粉々です。これがそうです。これが日本中でやっぱり使われてるんですよ。外部電源って他の変電所から来るんです。その変電所が壊れてどうやって電気もらうんですか。世界最高の安全水準ってこういうことなんですよ。皆さんよく分かってくださいね。さて、今地震で壊れた、あと先週の第3弾では雪で壊れたってのやりました。これは東電香取線鉄塔10基が台風21号で倒壊したということなんです。これ皆さんご存知ですか。もうちょっとで特定秘密保護法が施行されたら、こんな記事ももう読めなくなるのかもしれないですよ。これは鉄塔の強度が低いから壊れたんじゃないんです。鉄塔の基礎の作り方がいい加減だったんで、基礎が抜けてしまったんですよ。鉄塔の上の部分は超音波短照法や渦電流法短照法で後から検査することができます。ひびが入ったら検査できます。ところが鉄塔の土台の基礎がどうなってるか、作ったらもう点検できないんです。ビルの基礎だってそうですよ。そして鉄塔がなぜ倒れたかっていうのを電力のワーキンググループが昔調べたんです。当時ですよ。深さが 8.7 メーター直径2メートルのコンクリートの土管を地面に埋めて、中に砂利と砂とコンクリートを詰め込んで、そういうのを4本地面に埋めたんです。その上に何十メートルか鉄塔が立ってるんですけど、このコンクリートの筒を埋めただけでは強い力が生じた時にすっぽ抜けてしまうんです。つまり台風の時に。それでこの筒と地面との間にグラウチングというコンクリートミルク圧入工法っていうのをやるんです。トンネルなんか掘る時もやるんです。ビルの基礎の時もやるんです。それがいい加減だったために予定の力の3分の2の効力しかなくて抜けてしまったんですよ。地面の中のものも作ったら見えないんです。こういう鉄塔が日本中に一体いくつあるかわからないんです。そして1本の鉄塔が倒れたためにドミノのように次々と10本の鉄塔が倒れて、3系統ある火力発電所に行っている送電線3組とも全部切れてしまったんです。つまり原子力発電所のバックアップ用の外部電源、何系統あったって同じ送電線、近くの送電線を使っていれば全部切れてしまうんですよ。でこういうことが今はもう報道されない、昔のことだからかもしれませんけれど、あ、すみません。でこれはこの22号鉄塔っていう基礎がいい加減な鉄塔が倒れたために10個全部この赤で書いてあるところが倒れたっ
ていうことなんですよ。で赤と緑と青3系統の送電線が火力発電所に行ったんですけど、間抜けなことに2箇所同じところに接近して鉄塔があったため全滅です。仙台原発も同じように1本の鉄塔に2系統の送電線が通っていたり、火力発電所経由で全ての送電線が同じ鉄塔を通ってから原発に行ってるんですよ。同じとこ通すなんて頭悪すぎるというか、真面目に作ってないってことがはっきりしてます。でこういうことが新聞に載らない。もしこれ国民に知られたら真面目に作り直す必要があるでしょう。そしたら何年も原発動かせませんよね。だからこれ秘密なんです。秘密方法ができたらみんな安全保てないんですよ。そうだ、今必要なのは情報公開。情報公開でいろんな専門家が危ないことを点検して安全な国にしよう。